シークから望むエルカズネシーク入り口にある壁岸シークはヨルダン南部にある古代都市ペトラへの入り口である。その薄暗くて狭い峡谷はおよそ1 2トルのうねった通路であり、ペトラの最も聖地な遺跡であるエルカズネに行き着く。シークは地殻運動の影響によって形成され、水の浸食により滑らかに削られた自然の地質断層である。シークを取り囲む。 壁の高さは91から182メートルとなる。シークの入り口には、1963年及び1991年に再建された巨大なダムがあり、シークを通さず、ワディムーサの水路を変更するように作られていた。そのダムは、紀元前1世紀から紀元後1世紀の初めに、ワディムーサを維持するためナバテア人が作ったもので、かなり正確に復元されている。 入り口にはまた、記念門の残片として、二つの狭間台及び、アーチ自体の切り崩れたいくらかの一種のみがある。そのアーチは、地震の後1896年に崩壊したが、その外観は、デイビッド・ロバーツのリトグラフ作品によって知られている。シークはペトライへの重要な対象の入り口として、使用された。酒目の 両壁に沿ってベテルを含む数多くの奉納された窪みがあり、シンクがナバテアの人々に尊ばれていたことを示唆している。1998年に通路を1.8メートル以上下げるため採掘がなされた時に一軍の彫像が発見された。その上部はかなり侵食されているが、二人の商人とそれぞれが引く二頭のラクダの像を今もなお認めることができる。 その像は、ほぼ等身の2倍台となる。飼育に沿っていくつかの地下室があるが、その機能は、まだ明らかにされていない。それらが墓であった可能性は否定されており、考古学者はそれらが住居であったことも信じがたいとしている。多数意見では、それらはペドラへの入場口を守った見張り役を収容したとされる。ありがとうございます。